あ。黒パンです。久しぶりの配信ということで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。配信中と。というわけでですね、2022年も、になって、もう1ヶ月そろそろ経とうというところなんですけれども、前回の配信が、去年の11月ということで、まあ、間、結構空いちゃったんですけれども、間にあったといえば、ザ・バウタの関東のオフ会を久しぶりにオフラインでやったんですね。本当にちょうどこのタイミングを逃すとって感じで、本当にまたあれですよね、コロナ患者が増えちゃって、本当にギリギリだったなっていう感じでしたね。まあ、いつ次回できるかまだちょっと予定はわかんないんですけれども、状況を見て、って感じですかね。で、私はですね、最近は、また楽譜を作っておりまして、今日は最近作った楽譜を、中から演奏していこうと思います。で、まず1曲目。エアポート。君の顔覚えていよう。今もその笑顔を。一人な何度もこの時を思い出すんだろう。窓の外、たくさんの翼の中、僕はどの飛行機に手を振ればいい。楽しい話待ってるよ。写真もたくさんね。心だけはついていくよ。飛行機苦手だから。怒ってるわけじゃない、ただ心配で。寂しくて、そしてやっぱり怒ってる。違うな。本当にまた帰ってくるよね。これがお別れにならないよね。
君と二人でまた見たいものたくさんあるんだ。迎えに来るよまたここに、元気でいい旅を、それだけで僕はいいんだ。時々電話して、いつでも思ってる。という曲でした。これは、ザワダックの、人というアルバムの中に入っている曲ですね。いきなり歌から始まる曲なんですけれども、なかなかなんですかね。内容としては辛気臭いっていうかなんですかね。めめしい曲みたいなことなんか、キラさんが言ってたかな、そんなことを。まあ、でもなんか気持ちはよくわかる曲ですよね。うん、はい、ということで次の曲、これは7の方にも伴奏を作ってアップしたんですけれども、静かに窓を開けようという曲です。では聴いてください。海を忘れた湖の船のように、ガラスの小箱に包まれて一番だけど。
に窓を開けよう。静かに窓を開けよう。静かに窓を開けよう。静かに。静かに窓を開けようという曲でした。これは、ありがとうございます。これはですね、音というアルバムに入っている曲ですよね。作詞がクジラの杉林さんが担当されている曲ですね。はい、というわけで、続いて次の曲。窓つながりということで、透明な窓という曲を演奏しようと思います。これは声優の小安武人さんに、キラさんが、楽曲提供した曲ですね。では、歌いたいと思います。眩しすぎた朝が優しくなる頃、君の目に生まれた不安を見てた。約束はいつも破られてしまう。本当みたいに街のどこか歩き出すけど、傷つけないように傷つかないように胸の隙間を
し夢を見れる気がして、悲しまないように、悲しくないように、指の隙間を覗く、もう一人の君と、もう一人の僕が、温かい手を探して、透明な窓を叩いて、小安さんに提供した曲、まあ、3曲あるんですけれども、どの曲もいい曲だなと思うんですけれども、この透明な窓が一番なんか平さんっぽいなっていう感じはしますね、うん、はい、ということで、じゃあ次が、最後の曲ですよね。これはですね、高くそして遠くという、ブリザードミュージックというアルバムの中に入っている曲ですね。バンヘイレンのジャンプっていう曲がなんか多分元ネタじゃないかなって思うんですけれども、イントロがもろにそんな感じで、まあそんな感じで、じゃあ聴いてください。We can do it all night, all day. We can fight it, we can fight it all night, all day. We can get it, we can get it all night, all day. 冷たい雨に濡れていた心祈って駆け出した。なんか変だと思うだろう。きっとみんなも同じはず。僕らは呼んだ。違う言葉で一つしかない道だと今わかったよ。 We can do it, we can do it all night, all day. We can fight it, we can fight it all night, all day.
だら遠くまで見えるはず、今よりも目をつぶるのは簡単さ、やめることもね、泣くことも名前消して考えてごらん、行きたい場所は誰でも同じはずさ。 We can do it, we can do it all night, all day. We can fight it, we can fight it all night, all day.そして遠くという曲でした。はあ、めっちゃ疲れる曲でした。いやー、ずっとねサビが高い感じで、なかなか、連続でやるにはしんどい曲でしたね。はい、というわけでこんな感じで、お送りしていきました。今日演出をした曲は全部、配信楽を配信しておりますので、よろしければ、演奏して弾き語ってみてください。はい、というわけで、ありがとうございました。また、来月、まあ、来月すぐ明日からですけれども、そうですね、楽譜が溜まってきたらやろうと思います。ということでありがとうございました。また次回。パチ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 。ありがとうございました。